くれますかね。あと10分。そうやね、じゃあと10分やけど、あのあと10分やけど、あと10分やけど、ちょっと今日はあの同期配信しかしてなくて、レナは同期といたら喋ってしまうので、みんなとの時間がなんか今日は取れてない気がしたので、10分。あ、ごめん、あ、そっか、そうや、みんなココア聞いとった。あ、じゃあやらんでよかったんか。ごめん、そうだわ、ごめんなさい、やらんでよかったやつ、もしかしてやらんでよかったやつやん。別にやらんでよかったやつやん。唇色な、怖。いや、それ黄色か。やりかけな、ごめん。皆さんごめんなさい。あ、ゲームしてた？そう。ジュースで帰ってきて。今日初化粧。リップ。よかった。みんな、あと8分。楽しもうぜ。YouTube 見てた？何の？ショールームの？いや、別にさ、ショールームが大好きなんですってことじゃないんですよ。私は同期と配信してたら、なんかレナやったらなんかコメント読んで話してもらう方が楽しいかなと思って。マジさ、あれな、ほんまにさ、あのみんなといる時に、はい、あのコメント読まなさすぎて、ちょっとみんなに申し訳ないなって思っているので、いつも。嘘な、何の YouTube 教えてよ、おすすめして。声でけえ、ごめんなさい。俺好きじゃん、俺のこと好きってことやな。俺は誰のことも好きじゃないぜ。いつも呼んでるし、呼んでるし。いつも呼んでるんですけど、嬉しい？泣いちゃう？十分嬉しい。よかったです、よかったよかった。でも結婚はしないです。っていう流れかな、さっきの。っていう流れで会ってた。優しいねって言ってユアに行くんかい。何の YouTube か言えません。なんかご飯系かな、ご飯系、よだれ垂らしてますけど。嬉しい、泣いちゃう。泣いちゃう、みんな。泣いちゃいますか、嬉しくて。そう、マジでコメント読まなさすぎて、なんか今日はあんなに配信したのに、なんかみんなは多分なんか、なんていうの、なんか満足してないかなと思って。そう、よく考えたら、何か返せ。よく考えたんですよ、私は。そう、そしたらなんかあれかなと思って。わかる、え、めっちゃ見る、レナも作る系見るわ、わかるんですけど。涙かきながら見えません、絶対めっちゃ見えてるだろ。やばい、あと5分。そう、多分さ、見てるだけで楽しいと思うやん、みんな。見てるだけで楽しいって言ってくれんねんけど、同期の配信は言ってくれるけど、やっぱりなんか自分のコメント読んでもらって、たくさん話した方、してもらった方がなんか嬉しいやん。レナやったらそっちの方が嬉しいから。そう、別にどっち見るのも嬉しいけど、なんかこうやってみんなのコメント読んで話すのがなかったら、なんかちょっと寂しいなって思うから。そう、今日はいっぱいなんか配信したけど、なんかちょっと内容が薄っぺらかったかなみたいな。思って
ちょっと10分でもやろっかなみたいな、こういうことするからみんなが推しになるっていう、はい、ちょっとできる女なんで私、はい、ちょっとできる女でごめんなさい。今日ママ編集するの忘れてた、忙しかったんですねきっと。てか今日雨降っててさ、雨降ってたよな。宝くじに当たるまんねみたいな、それ盛りすぎだろ。100円ぐらい、宝くじ100円ぐらいかな。100円、いやもっと低いんじゃん、もっと低い気がする。推しになった人います、この推しになった人います、この10分の配信理由聞いて。しれっとファンつかんかな、いないね、いないですね、はい。いないですね。10枚買ったら絶対当たる、そうそうそう、絶対当たるぐらいのレベルですね。あ、まだ大丈夫。あ、じゃあもうちょっと作戦、ね、練らなあかんってことか、もうちょっと、もうちょっと攻めなあかんねんな。オッケーオッケー。あー、やばい、あと3分。それな、みんなよく気づいたよな。え、なんで気づくのみんな、すごくね。だってさ、もしさ、その、あの何、通知見てない時にさ、あれしとったらさ、あれじゃない、いつの間にか終わってまうこととかない。みんな毎回さ、マジでさ、あの、入ってきてくれるよな。10分って感じやな。もうそれレナのこと押してる時に言うセリフやで、そんなこと言うなんて。押しとの時間短いって言うでしょ、そういう感じですね、はい、怒られそう。押してないから。通知来てもその通知タップしてすぐに入るみたいな感じか。いやーの配信見てたらコメント流れてきて、あー、あ、かきれの配信始まったみたいな、そういう感じ。あ、やばい、また掃除機かけたわ。お母さん、こんな時間にかけんじゃねえって言われそう。前にお母さんに言ったんよ、なんか前にあの配信しとう時に掃除機かけとったやろみたいなって言ったら、しょうがないじゃん、掃除する時がないんだから忙しいんだよみたいな言われた。みんなに言っといて、掃除機うる、あの忙しいからみたいな、かけさせてって言っといてみたいな言われました。あ、楽しいから、やばいな、あと2分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 。そう、バタバタなんですよいつも。そうけど、お母さんはあのお兄ちゃんの部屋を掃除機かけているっていう、そう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 、お兄ちゃんがなかなか家に帰ってこないので新年の掃除をしてあげてました。さっきチラッて見たら、あ、さっき帰ってきたよって言ったら、そうお兄ちゃんの部屋にいて、あの頭を抱え込んでました。自分で掃除しろよみたいな感じで、あー、ティップー。みんなありがとう、バイバーイ。今回こそ本当のお休みです。じゃあねー、じゃあね、じゃあね、おやすみおやすみおやすみ、ありがとうね、イエーイ、ありがとうみんな、じゃあねー。